いらっしゃい、チョコボかい？そのチョコボ車に乗ってた子、どこ行ったか知らない？ああ、客じゃないなら帰ってくれ。こっちも暇じゃないんでね。俺たちも暇じゃない。なんだ、やんのか？何騒いでやがる。なあ、なんだ、見ねえ顔だな。そのチョコボ車に乗ってた子、探してるんだけど。探してどうするつもりだ？もちろん助ける。その子がタイプなんだって。だから。ん？兄ちゃんも好きだね。と言っても結構連れてきたからな。どの子だ？特徴は？特徴？スタイルがいい。スタイルか。もしかしてティファちゃんか？そうだ。ふん、兄ちゃんも打ち抜かれちまった口か。でも残念だったな。あの子は当分出てこれねえよ。どういうことだ？あの子は特別よ。コルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってる。オーディションって？コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさ。ティファちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ。長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないね。だから当分は屋敷から出られないってわけだ。もしかしたら一生出られないかもな。ドン・コルネオの居場所を知らないか？おい、なんだ、やっぱり面倒を起こそうって腹か？起こすなら勝手にやってくれ。俺を巻き込むな。帰れ帰れ。ああ、行っちゃった。とにかく街の中探してみよう。いかなるものも拒まず、あまたの快楽があふれる街、ウォールマーケット。もちろんカップルも大歓迎。一緒に遊ぶもよし、別々に遊ぶもよし、働くもよし。さてさて、お客さんは？結構です。クラウド、行こう。どういった快楽をお求めですか？この街で我慢なんかしたらダメダメ。やっちゃいましょう、弾けましょう。だってここは一夜の夢の街、ウォールマーケットなんだから。よっ、そこのご両人、本日の宿はお決まりですか？お二人にぴったりなお部屋をご用意してますよ。いくらだ？引く？ご利用の際はお声掛けください。どこが危ない？今の俺には癒しが必要なんだ。甘い蜜のような癒しが。トロトロロ。まだ夜はこれから。ほら立てよ、おやじ、帰るぞ。来ましたぜ。ここが蜜の。ああ、入るべきか入らざるべきか。俺ってこんな時文学的になっちゃうんだよな。わかるか、この感じだろうな。そうだろうよ、文学って顔じゃないもんな。その純朴な顔つきは体を動かしてなんぼ。やるせないモヤモヤは運動で解消って世界の住人な。なんだ、質問か？ティファを見なかったか？ティファ、愛しいその名を知るあんたは誰だよ。え、てかティファがここにいるのか？なんで、なんでよ。もしかして俺を追ってきたのか？街を出ないでジョニーってよ。こうしちゃいられない。ティファ、ティファ、ティファ。あの人、何？気にするな、知らなくてもいい。あれ見て、コルネオ、あそこだね。
なあ。おい、それ以上近づくな。男に用はない。人を探している。お前ウォールマーケットは初めてか。だったらなんだ。屋敷は立ち入り禁止だ、特に男はな。はいはい、じゃあ私。女の場合はもっと面倒だ。あ、でもレズリーさん、なかなか可愛いっすよ。なかなか？なかなか程度じゃ難しい。どうにかならない？ここがどういう場所なのか知ってるのか、エアリス。レズリーさん、やっぱり可愛いっすよ。スタイルはともかく。クラウド、私暴れていいかな？いや。代理人から推薦状をもらえ。そうすればオーディションに出られる。代理人って？ウォールマーケットにはコルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいる。まずチョコボ小屋のサム、そしてテモミアのマダムマム、最後がミツバチの館のアニアンクーニャンだ。全員一癖も二癖もある連中だ。推薦状はおそらく簡単じゃない。そっか。でもうん、わかった、ありがとう。どうしても入りたいなら代理人を頼れ。エアリス、本気なのか？他に方法ある？でも話は聞かせてもらったぜ。ティファはコルネオの屋敷にいるんだな。え？でもってコルネオの屋敷に入るには代理人の推薦状が必要ってわけだ。はあ、いいか、ティファを助け出すのは俺だ。よーし、待ってろティファ、今行くからな。話ちゃんと聞かない人だね。ああ。ああ。なんだ、またお前らか。俺の何度来ても同じだぞ。帰れ帰れ。違うの、私をコルネオのオーディションに推薦してほしいの。なあ。どうかな。いいぞ。本当？ああ、次があったら姉ちゃんを推薦してやるよ。それじゃ間に合わない。今回はダメ？今回？無理無理、ティファちゃんっていう逸材を送り込んでんだ。でもティファじゃなくて私が選ばれるかもしれないでしょ。そんなに推薦が欲しいのか？欲しい。じゃあ勝負するか。さて、裏か表か。当たったら姉ちゃんを推薦してやるよ。外れたら迷惑料を置いて帰んな。表だ。残念、裏だ。まあ正直言って姉ちゃんは可愛いけど、コルネオさんの趣味じゃないと思うぜ。それでも諦めきれねえなら他のやつは当たるんだな。そのために代理人が3人もいる。じゃあな。待て、そのコイン見せてくれないか。ふん。
やっぱりな、裏も表もない。ずるい。ウォールマーケットへようこそ、というわけか。負けないから。ちくしょう、アニヤに会うはずが。なぜ俺は。ダメ。あんなこと。俺が話してくる。ちくしょう。エアリスはここで待て。すごかったな。どうして。私も行くよ。でもだってクラウド交渉できないでしょ。ざわめく。あんなことまで。君だってハニーボーイが目当てなんだろ。あふれる。わあ。いらっしゃいませ。あ、どうも。ウォールマーケットが誇る最高のエンターテイメント、ミツバチの館へようこそ。ハニーガールまたはハニーボーイのご指名はありますか。あ、アニアンクーニャンに会いたい。当店のナンバーワン、アニアンクーニャンですね。ではご予約のお名前を頂戴してよろしいでしょうか。いや、予約はしていない。それは大変申し訳ございません。現在アニアンはご予約のお客様で、向こう3年間は埋まっておりまして。そんなに。俺たちはただ会って話したいだけだ。オーディションの推薦状が欲しいの。そういうことでしたか。しかしどちらにしてもご予約がないことには。そこをなんとか。ごく稀にアニアンが気に入ったお客様をお呼びすることがございますが、お客様からはどうすることもできないかと。申し訳ありません。仕方ないね。他の人当たってみよう。あの、なんか緊張しますね。もうすぐアニアン様に会う。大場じゃねえよ。大場じゃねえよ。大場じゃねえじゃないよ。全貌にはちょっと戦うな。くそ。ここだよね。あ、うん。いらっしゃいませ。お二人ですね。どうぞこちらに。本日はどういったもみにいたしましょう。もみ。あら、ご新規さんでしたか。うちは手もみ屋って言いましてね。人間手が疲れてるとろくに金勘定もできやしないでしょ。そんなお客様の疲れをもみもみと手と手の濃厚なスキンシップで解消させていただきます。というわけで本日はどういったもみにいたしましょう。俺たちは客じゃない。と言いますと。私をコルネオさんのオーディションに推薦してもらいたくて。ちょっと黙りな。勝手に口開くんじゃないよ。ったくまた変なの来たわ。ちょっとばかし若いからって許されるとでも思ってんのかね。で、なんだって。頼み。あのね、お二人さ、うちは手もみ屋もんでなんぼの店なの。客として来たわけじゃないの。てめえら、頼み事があるならまず客として揉まれるのが筋じゃねえのか。ああ、あんた、名前は？クラウドストライフ。手を出しな。え？早くしな。お。戦う男の力強い。それでいてしなやかなって。いいわクラウド、あんたが誠意を見せなさい。話はそれから。さ、どのコースにするんだ。
じゃあ奥の部屋までいらっしゃい。クラウド。リッチなお客にはふさわしいおもてなしを。まずはハンドクリームを指の一本一本にねっとりと丁寧に塗り込んでいくからね。それじゃ指先からいくよ。ほら力抜いて、悪いようにはしないからさ。あら痛かったか。いや。次は指の付け根を揉んでくよ。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。声出してもいいんだよ、我慢は体に毒だからね。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ、声が漏れてるな。ここが気持ちいいのかい。ここはどうだ、それともここかい。ああ。気に入ったらまた来てちょうだい。はい。どうだった？大丈夫？ああ。クラウド変だよ。そうか。絶対変。癖になりそうかい。さてと、誠意はしかと見せてもらったよ。じゃあ頼みってやつを聞こうじゃないか。私をコルネオさんのオーディションに推薦してほしいんです。そりゃ随分と物好きだね。ふーん、まあいいだろ。本当？ただしその格好のままじゃダメだよ。え？そんな貧乏くさい格好した女を連れてったとあっちゃ、代理人としての信用に傷がついちまうからね。この服ダメ？言わせておけ。気に入ってるんだけどな。あんたらイチャつくなら店の外でやっとくれ。あ、ごめんなさい。でも服どうしよう。心配しなさんな。私がコルネオのハートを射抜く服を見つけろってやるよ。払うもんさえ払えばね。いくらだ？ざっと100万といったところで、あんたらが払えないってことは100も承知さ。だから提案があるんだよ。この町には地下闘技場があってね、クラウド、あんた私の推薦で出場しな。そこで優勝できたらエアリスをとびっきりの美女に仕上げてやるよ。賞金が出るのか？うん、推薦人の私にね。どうだ、乗るかい？わかった。いい返事だ。こいつを受け取りな。もう受付は始まってるからね。急いで闘技場へ向かいな。いいかい、私に損をさせるんじゃないよ。どんな大会かな。この町の大会だ。ろくなものじゃないだろうな。優勝できそう？そこは心配していない。強気もいいけど足元を救われないようにね。なんとかしないと。クラウドさん、
研究のためならどこにでも赴く覚悟ですが、進捗はクラウドさん次第です。ご協力をよろしくお願いしますね。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。仕事だ。報酬は後で。悪くない。お見事でした。シヴァの召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。クラウドさん、新たな仮説を思いつきました。こちらのデータ提出のご協力をお願いしますね。クラウドさん、新たな召喚マテリアのバトルレポートを発行しました。召喚獣を倒してマテリアを完成させてください。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。では携帯バトルシミュレーターを装着してください。仕上げだ。
もいいな。クラウドさん、おめでとうございます。星の英知が生んだ茶目っ気はスケールも違いますね。愉快な相棒デブチョコボと共に力を合わせて軽やかにシンラを倒してください。